2019年の12月14日からですね、餌やはり掃除条例というのが大阪市で施行されたんですけども、それまでのね、このテレビの報道の作りというもんがね、もうあまりにも稚拙な、 視聴者をバカにしたようなね、そういう作りやったんで、こんな報道番組あるかということで、私はこう夕方の関西の報道番組っていうのはよう見てるんですよ。で、しかも私自身も維新の犯罪税金猫ババについて何度も出演をしてきた番組でもあるのでね、これどうやねんというので、これ劣化しとんちゃうんか番組がということをご指摘をしたいというふうに思っております。 これえー、2019年夏ぐらいにこういうねパンの餌やりのことについてキャストですよこれでやったわけですよねでいっぱいなんか巻いてるよっていう風にこれもねベランダとかもほんとか羽でたくさんって言うんだけどこの映像がなぜか出てこないんですよねほんで餌をや ってる人とも話をしました。けれどもですね。で、ベランダにそんなほとんどにね。着くかって言って言うんですよね。で、そこのマンションなんか駅前のあのカラスが来るようなね。マンションのとこに知り合いも住んでるけども、そういうこと自体がないよということを言うわけですよね。でまあ、ここにも全部もそのまま文字起こしをなんかされてるんですけどもね。 で、その後でですね、全国放送でもやってまして、テレ朝のハトル新一モーニングショーなんかでも、この後で私もこれ見ましたけれども、条例ができましたよというような話をするわけですよね。でそうなんだけども、あんまりこの大したことをこのコメンテーターも言わんなというね、たまちゃんなんかもうもうちょっと考えたコメント言うたらええのに、 あんまりね、まあ、実情自体が分かってないからああいうコメントしかしようがないんでしょうけども、まあ、切れ味の全然鋭くもないようなコメントをしてましたね。でですね MBS なんかでもねこれまあ見てくださいこれは12月の条例が14日にできた後に取材をかけてるんですけどもこれも不思議なんはねこれ止まってる写真はいっぱいあるわけですよね。 でいやこれはわかりますわそれは止まってるからねほんで下にバラ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 折ってくるって言うて言うんだけどこの後でですすねこうベランダを掃除するわけですよところがこの掃除してる時の絵はこれ動画で見ていただいたらわかるんですけども糞がついてたような映像ではないんです。 で全体的に水かけてないしね。なんでこの排水溝のそばだけに水かけてあるというのがよう分かりませんけども。で、なんで写真を撮ってるにもかかわらずですよ、これね。こっち側の。この写真はあるのに、その布団についたとか、これ毎日毎日ご掃除をして貼るっていうことをね、この人おっしゃるんですよね。で、毎日毎日下からとしてないかこう確認してるんですって言って言うんだけど、このベランダとかに、 落ちてるようなねここもそうなんですけどもねこれも見ても別にそう落ちてるような感じではないんですよね。で落ちてる時の写真なんでないんかというのが、まあ、不思議やなというふうに思いますね。でこれ、えー、中野正史なんかもコメンテーターでこの時出てたんですわ。でこれももう録画撮ってるから見てたんですけどもね。 でせやけどもですねあんまりこうね中野正史のコメントも鋭い「おおなるほどな」というようなコメントがなかなかないよねということでまあとりあえずこれは4チャンネルでやったのがこういうような感じですよね。ほんなのでこうやってたんでこの人多分私が話を聞いた女性やと思いますわ。 でですね、俺話をしてどんなようなかと言うたら結局こ,の、ね、ここがやったような2個対立の簡単なねそういう話じゃないでしょっていうんですよ大体いい20年ぐらい前から猫の餌やってるとで78年前から猫の餌を鳥が横取りするからカラスやハトにも餌巻き出したということを言うわけですよねでその時に 住吉,区役住吉区役所じゃないわ。その時に、そうそうそう、だから住吉区役所なんかがね、ちゃんと話をしておればですよ、これどっか住吉区役所の課長も載ってたんちゃうかな、これね。課長乗ってへんかったか。課長、課長の写真どっかで見たで。課長ね、この課長ね、田中さんね。この人もですよ。 まあ、対処交渉で13日に対処交渉をやった時に出てきて話してたんだけどもその時にきちんと対応を取っておればよかったものをですね対応をちゃんと取ってないんですよね。で対応を取らずにつまり、えー、保護猫に関するサポート制度っていうのがあるわけです地域猫町猫っていうような形でね。 だからそれもやってるのは例えば公園であれば建設局であったりとかで町猫であったら福祉局であったりとかするわけですよねそういうとこと連携をとってなおかつですね環境局もありますから環境局と連携をとってまた警察署とも連携を取ればいえんだけども、まあ、現場の警官自体はそういうことはさっぱり分かりませんわね。 で、調べたんか調べてないか知りませんけども、で、こう、パンがこう巻いてるでしょで、こんなん、これがね、その量自体を私も現物見ましたけども、これが廃棄物の法律で処罰できるような、確かにこれはもうこういう状態にしたらゴミやろっていうふうに言われても仕方がないと思うんだけども、そこについて、はい、双方の処罰をする疑いがあるということで、 まあ注意をするとかね、警察含めてですよ、そういう市としての縦割りじゃなくて連携を取れておれば、七八年前の住民がね、えー、文句を言い出した時です、ね、1十年以上やってるという、まあ十年もやってないっていうのをおばちゃん言ってたんで、七八年というわけですよね。で、その七八年前の始めた時に、おいおいやめとけよと。 いうことを言うておれば、収まっとったんちゃうんかと、私は話をした感じでは話できん人ではないよなというふうに考えてるわけです。で、これこう、こういうネット引いてるでしょ。これ、はじめ、ここに米巻いとったんですって。ほんなら、こういうネット引かれたんで、米やったら、この下に潜ってしまうからね。で、取り扱つかれへんから、米やめてパンにしてるって言,って言うんですね。まあ、米巻いてるとこもあるみたいなんだけどもね。で、これは、さっきの、あの、こっちの、 えミントのね中野正氏のコメントですよあ,のあれも甘いというふうに思うのはあんた行政マンやってたんやからもうちょっとその行政としてですよこういうふうにしたらよかったんちゃうかっていうねそういうことを言うてほしかったなということなんですこれ何を言うてるかというとですね行政の 縦割りじゃなくて、えー、横の連携ですよね。それにプラスをしてですねでこれですよ、ね、こういう先ほどもあの前のやつでも書いたんだけども,もう深井議員も含めてねこういう人らは何のためにおるんやということですわ。 私はこれ公営の薬剤って言ってますからね、人と人の揉め事に対して間に入って、まあまあ俺の顔立ててとかね、俺任せてくれよっていうので、諍いをいさめるという仕事もこれ議員にあるんちゃうんかいというふうに思ってましてですね、そういうコミュニケーション能力のないようなやつはもう議員なんかなるなやと思ってるわけですよね。で、えー、府議会もそうなんですけども、特にやっぱり市議会ですよね、住吉区自体は府議会の 選挙区でもありますからねだからそこ自体も問題なんだけどこの特に市会議員なんかはね自分のとこのそばにおるわけですからやっぱり目が行き届くはずなんですよねところがですねこれ長いでしょう、まあ、隣の木ですからね。 こ,れえー、こういう人ねずらずらとおるんだけど、まあ、この人はちょっと遠いかなとは思うけど共産党一人しかいてないねんからこのこと全部やれよっていう話ですよね、えー、この人もそうやしねこの人もそうですよ特にこの人なんかはもう間長いやしね高谷さんなんかは、まあ、昔の人なんでね七木やってますよだからそれぐらいずっと市会議員でおるということは。 地域の知恵もあればですよ、歴史も分かっておれば、で、議員としての知恵も持ってるやろと、私は思ってるんです話してる限りではね。ほんなら、高屋のおじさんよと、ちゃんと話、まとめる力、あんたはあったやろということなんですよね。で、まあ、まあ、こういう話がある力が持ってる人でも話をしてこなかったっていう罪もあるしですね。 まあもちろんまたいつもの維新批判になるわけですけどもねこの伊藤亜美という人はですねこの人の妹なんですよね伊藤よしかさん、ね、こうモデルかなんかやったんかなこの人ねでこの人は伊藤よしかという名前では大阪では呼びませんこの人の名前呼ぶのはレクサスよしかというふうに呼ぶわけですよ。 あのトヨタレクサスのレクサスですよでそのレクサスヨシカの名前があまりにも浸透して抜けきれへんから2019年7月の選挙でもですね参議院選挙に出馬をするのをやめたわけですよねで何やレクサスヨシカはっていうのはこれですわこの政務活動費の金で蓄財したらあかんよということになってるんだけどもその金政務活動費で購入費用ですからねレンタカーじゃないんでね 購入費用を,を当てたらあかんでしょと。これが蓄財やということになるわけなんですよ。で、しかもこ、こうてたんは、おかんですからね。おかんがこうてるわけで、もう、むちゃくちゃええやなということでね。えー、でですね、この維新のね、この上田さんっていう人もですよ、このホームページ見たらね、書いてるのは、税金の無駄を解消します。 過去において税金の無駄遣いをし膨大な赤字を作ってきたのは事実まあまあそらそうなんやけど維新の議員って世襲もまあそれなりにおるんでねその人らの親が例えば WTC であったりですよ今維新が二重行政って言うてるもんを作ってきたのも事実なんですよねでそれについてお前らその表で通ってんのに検証せえへんのかっていうのもあるわけですよで無駄があれば取り除く と無駄があれば取り除くんやったら維新の党自体が、まあ、犯罪者要請政党としてバッジをつけませんかというそういう攻防をして政党の候補者を出してるとこでもありますしねあなた方自身が一番まあ犯罪者に近い政党というか、まあ、まあ犯罪者ばっかりなんでね犯罪者要請政党である限りはやっぱり無駄があればというのはいや維新自体が無駄やないかいと。 でですね、もう、ムズとして、もう、ずっと言うてんだけど、これ、無駄があれば取り除くっていうことを言うんだけど、これ、この人らって、情報公開請求をしたこともなければですよ。それによって監査請求をしたこともなければ、それが無駄であるから、その例えば、私なんかでも裁判やってますよ。維新の長野公平という、脳みそのない岸和田市長がね、選挙公費、猫ばわしとるから、その猫ばわについて返還制ということをやってますし、 で堺なんかでも何人もの議員から税金の猫バばバこれ返させてるんですけどもそんなことをやったことは一回もないんですよね。でそういうようなところがようこんなことばっかりずっと言い続けるよなというふうに思ってるわけですよね。で他にはですねこの住吉の選挙区っていうのはねこう,いうこういう人を。 もてたんですよねこれ今住吉には、えー、民主系がいてませんけども2015年に出た人がねこの稲葉君っていうのが民主党から出たわけですわ。で2015年に選挙出たんだけどその次に2017年1月の茨城市の選挙でですね候補者がもう引退をするということになってそのおじさんやったと思うんですけどねおじさんの後を ぐのに落下山で降り立ったわけででですすよよね当時民進党ですよで落下さんで降り立って、まあ、見事ここで当選をしたんですけどもですよこいつのやってきたことはこいつはもうすでに俺からもうずっととんずらしとるからねこいつのやってきたことはねこれこの時の選挙で争点になったのはですね高額の,のポスター台やったんですよね。 これ、茨城市上限52万なんですけどもね。で、52万の中でですね、維新と自民が、候補者13人の50万円の請求をかけておったと。いうことで、特に維新は6人全員が50万5,386円。最大52万ですよ。もうほぼ最大のところへ合わし取ったと。つまりこれは、こんな値段で、 やらんでもいけるやろということを言うてるわけですよね。例えばね、これを指摘したのは山下さんですよ。今、不義に2019年4月に出たから、今はあの落っこちて普通の人になってるけど、市会議員としてですね、大阪の戦う市会議員、有名な人,人のうちの一人ですよ。門間の戸田さんね。で、豊中の木村さんというふうに並んでね、木村さんはあの、あれですよ、森友の木村さんですよ。で、 山下さん自身がね2017年13万2013年19万こんな値段でやってるわけですよ。で、ね、私これ15万に抑えられるもうちょっと高くなったんだけどもこれぐらいの値段でいけるやろと20万そこらでねいけるやろと言いながらこの時に維新が取ってたのはこれ50万ですよ。ねほんでですねこれテレビでやってるわけです。 MBS ボイスね。これ、先ほども、あの、やりましたけども、このミントっていう番組の前番組やったんです。今、ミントという名前に変わりましたけども、この前はボイスという番組でした。そのボイスでやったわけですよ。その時にですね、これが争点になりまして、15分ぐらい撮って山下さんと,、えー、と、落ちたんだけど、この、このおっさんやったかなえー、あ、ちゃうちゃうちゃう、この、 山本さんやったと思うね多分これは坊主なんだけど僧侶ですよこの人と2人で並んであんたのお金なんでこんな高いんやっういうことをずっと15本ぐらいやりましたよちなみにこの人行政書士ねで、えー、行政書士会の新年会に選挙の2日ぐらい前に来ててねほんでお前余裕やなって,って言うたってこれ予算出してくれお前んとこも予算落ちるでっていう話を当時したんです、まあ、彼は落ちてそのまんまん JR の茨城 C の駅のそばにあった山崎さんの行政書士事務所自体はもうなくなってますけどもね次どないしたのか知らんけどもこれ見てくださいっ50万50万50万来てるでしょでこれが争点になったから次維新がどないしたかって言うたらみんな値段下げるわけですよまあこれ見てください29万3218円これビタッとみんな一緒なんですね西賀印刷所でね で、自民党も値段下げるわけですよ。これ見てください、22万。まあ、この人、含まるという人だけは43万も取って、まあ、ぼったくっとんだけど、前はこれ50何万やったんですよ。で、こう、こないして値段下げてるわけですよね。で、こういうポスター代が争点になって、これ税金やでということで、山下さんもやってましたよ、選挙の時に。で、この時に、先ほどのこの、 住吉で出て、ね、バッチつくんやったらどこ行ってもいいんじゃみたいなね、ほんで、くら替えをした稲葉君はですね、これですよ、まあ見てください、これ、民主党ね。これ、52万、この時も52万ですよ。50万超えた13人のうちの1人に入ってるわけですよ。この人もこの人もね。この民主党だからね、どっちもね。で、次の時も、これ48万になってるんですよ。この友次さんという人、で、この安孫子さんという女性かな。 で、この稲葉君もそうですね。49万8000円ですよ。こう、むちゃくちゃやないかいとね。ちなみにですね、この時に、あの N 国の立花話は、53万ですからね。まあもちろんこれ、あの、最大のとこを超えてるから最大の金取ったんでしょう。まあこの時参議院じゃないから金ないというふうに彼は言いたいんやろうけども、堺の市長選挙の時にも私に言うたのは、 楊さん金取れへんかったら余り金を作らんかったら貧乏人が選挙に出られへんようになるやろということを言うわけですけど、えー、これもついでに言うときますけどこれ要維新とかでね要やってる小野さんとこねこれ高槻やっ小野さんとこねこ,ここもまあまあまあ高いですよ相場よりも高いというふうに言われてますわ。 ねえそういうところもこうも使って、まあ、分かなかったからこの野さんつこたんかな分かりませんけどもねでこの稲葉君のようにですね確かな野党とかね言いながら今彼立憲ですからねだから立憲なんかに猫場のしてるようなやつ入れんなって言うんだけど、まあ、立憲の人はもう黙ってましたほんで立憲の議員に聞いたらねこの人ここある立憲議員はっていうふうに書いてるけどバッチつけたいだけやからどこの議員でもええんやろと。 いうふうふに立憲の議私が言うたんちゃいますよ。だからそういうようなね、えー、野党としてこれほんまに応援して大丈夫かみたいなね人間が特に地方議員では多いわけです。ちなみにこれ辻本さん応援に来てますからね清美さんもねもちろん。だから彼女自身もこういう猫馬場をまあ党の党首みたいなもんですよ。枝野が党首やけど。 大阪では彼女が、まあ、党首みたいなもんです誰もこの人に文句言わんからねほんなら大阪のドンがですよこの地方議員の立憲のねそういう議員に対しておお猫ばばしてもかまへんやないかいということを言うてるんでしょということになるわけですよそれやったらあんたの帝王汚いがなともちろんこいつらが一番悪いんですよ安倍ちゃんなんかはもちろん分かっててこれ公認出してんだからね だから、この、ぬすっとばっかりをお公に出してる。まあ、もう、そもそも、だから、犯罪者を作るための政党だからね、ここはね、維新は特にですよ。だやから、まあ、犯罪者を犯罪者として出して、それを有権者が当選させてるんだから、そうしゃあないな、というふうにもう、もまあ、言われてもしゃあないかもしれませんよ。まあ、自民党も金に汚いとこだからね。せやけども、野党としてやってるわけでしょ。 ほんで、安倍ちゃんなんやねんって言うて、言うてる党の本人が、あんたとこの手下金に汚いかなと。これスっとやからね。も <laughs> うはっきり言うけど、これ盗っとでないって言うんやったら、この金の明細教えて、なんでこんな値段になんのか。で、これと比べて、維新と比べて、<laughs> ほんまに。これ40何万取ってるでしょ。この時維新29万やからね。 維新と比べて自民と比べて余計金取っとるやな汚いやなっていうねでそういうような議員の資質のないものがね地域で問題が起こった時にですよ解決できへんやろとその結果が結局こういうことになるわけでしょ。 だからほんまにこういう人をね、地域でどんなにしたんかようわからんのだけど、この住吉の人ら、まあ選びようがないというかね、まあ、住吉区は2019年4月に定員5人のところ、立候補者5人やったので、選挙がなかったわけですよ。それも同会なと思うんだけども、この面々はね、ぜひともね、なんでこの、 餌の問題餌というかゴミというかね鳥の餌まきの問題について長らく放置してきたのかということをこの人らはほんまに説明する義務があると思いますよ。ぜひともねこの人らは公の場でどういうふうに考えてきたのかということは、まあ、こ,のこの人に言うたのはかわいそうですよ。この人はかわいそうやけどねこのレクサスヨシカね、まあ、代わりにレクサスヨシカが出てきてね参議院に出ようかと言って一旦は候補予定者ですって言ってやったんだから。 お姉ちゃんも説明できるもんやったらしたらいいんですよ。松井氏も含めてね。そんなことできへんやろって言うんですよ。できへんねやったら、初めからそういうことが仕事になってるような、政治というような現場にお前ら出てくんなよと。銭盗むことばっかりを仕事にしてるようなね、そういうもんが出てきて、それをのさばらしてるからこそ、こういうような問題が、 解決もしなかったとということです餌や,やりというかあの鳩に巻いてる人に聞きましたけども議員誰か来たかって言うんですね誰もけえへんってやっぱり言うてましたよ私がもし住吉のの議員であれば井の市場に行きますよだって環境局の職員は最近では12月31日にも来てね条例ができたんでもうやめてくれっていうようなことを言いに来たとそれまでにもう10回ほど行ったということは環境局の課長が私にはっきり言うてますからね だから職員でも10回ぐらい行くのにこのボンクラ議員どもは何をしとんねやと深井議員も見せなあかんかったのにごめんなさいね深井議員の皆さんまあここはあの維新と公明ですわ。 でしかもその維新の一人は川崎牛だやったかなあの人は元は、えー、ここの市会議員やってたからね市会議員やって深会議員2期目ですからそいつも含めてその維新という党がダニのように救うことによって地域課題も全く解決ができないまんまですね条例ができてで適正に餌やりをしている保護猫の サポータータ制度度のの中に C の制度ですよそこに入ってやってる人自身が暴力を受けたりとかねバケツで水ぶっかけられたりとかそういうむちゃくちゃなことをされてるということそれを松井市長も含めてこれどない考えてんねやっていうことをね是非ともね説明をいただきたいですよねちなみにですねこれ、えー、これは保護猫活動をやってる人の意見ですよ でちゃんと後片付けをしてんねんからな悪質な人だけ取り締まれということを言うて結局まあここで書いてんのはそれ分かってますということでこう結果的にはこの条例ができたところで。 成功したところって日本全国どこもないというふうに聞いてます。むしろ餌やりをしてた人らが迫害を受けるだけのマイナス作用しか働かなかったということは荒川区であったり京都市の例でも報告を受けておるわけですけどもね。まあ、いずれにしても議員が無能やから、うん、条例を作らなしゃあない。条例を作っても結局住民も、まあ、こ,のこの人らもね。 この人ら憤慨を受けてる人らも何の解決にもならんし餌まいてるこの人らもどないやねんということでもう維持に余計になるというような結果になってですね何のとこも誰もならんのですよね。ほんで環境局の職員が12月31日も行ったって言うたけどもこんなん行って。 彫金がね、残業が稼げるんかもわからんけども、職員も嫌でしょ、そんなんで、ね。そんなことで残業稼ぎたくないと思いますよ。ほんまに無能の議員のおかげでですね、えー、住民が結局損をする。で、大阪市の税金も無駄に使われるということで、まさにこのね、文書書書いてますね、無駄があれば取り除くと、維新のような無駄をばらまく。 そういうい議員資質もない議員こそが無駄であるということが現実に証明をされることになったということです。